まあ、いつも常盤台高さんに、まあ、茨城県1位を取られて、まあ、悔しい思いをしているんで、まあ、まずは関東に行くのは絶対で、まあ、茨城で1位になって関東で勝って全国に行くっていう目標です。遠いところまで、まあ、親や親戚の方も、まあ、いつも来てくださるんで、まあ、今年自分たち最後3年生にとっては最後なんで、しっかりいいところ見せて応援してもらってる分恩返しできたらなと思います。まだ技術的にもまだまだで、体力的にもまだまだで、これからこの夏勝負だなっていうふうに思ってます。で、選手権に向けてもとここからどんだけ頑張っていけるかなっていうふうに思っております。まあ、苦しいところをみんなで乗り越えて全国大会に出場したいっていうふうに思っています。なので悔いの残さないように選手たちには日々の練習、オンザピッチ、オフザピッチっていうところで戦っていってもらいたいなというふうに思ってます。県で優勝して絶対関東行きましょう。はい、部活を、はい。